はいどうも、マナマンです。マイクラブやっていきたいと思います。今週は調子は全員普通かな。ってことで、メンバー多少入れ替えましたけど、変則4バックは続けてやっていきたいと思います。今週のオンチャレ。まあ、勝つと、ナショナルチームスターズかな。のガチャが1回できると。本日はあと星さんのベルギーが2つも取れちゃいました。1万 5000GP のと 3000GP で取れたっていう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ前半見ていきましょう。さあこの人前もやったよなっていう気がするんだが、このスピードと連携をそれぞれ兼ね備えた強豪同士、素晴らしいマッチを期待しましょう。これ入りましたよ。前も変則4バックの時にやったんかな。人気満了が残りわずかなんですが、まだ更新に至っていません。なんかレードが1100台になってたんで、他に誰か当てがあるんでしょうかね。まあどちらにせよ今は目の前のゲームに集中することがベストだと思いますけどもね。ここは競り勝ちます。まだありますね、チャンス。さあ大場目上げ、まあ、試合の後にナインゴランは取ろうかなと思います。いやでも調子全員が普通になるっていうのはいいね。今までやったら選手の引き継ぎやったんだけど、自分が言ってたんがコナミに通じたんか分からんけど、空中戦が得意な選手は大体フィジカルが強い傾向にありますからね。変えてくれましたね。まともに使っても負けてしまいますから、飛ぶタイミングをずらしたりとか先に飛ぶとか、そういったスキルはやっぱ必要になってきますよね。さあどうしようかな。高いボールを上げてもな、結局は負けると思うんだよな。これは繋がりませんでした。さあ左へ預けて、相手の方からしたらリベンジだからね。サイドのスペースへ走らせる。前回は確か自分勝ってるかな。ルーズになる。オバメヤン、さあ抜けねえか。サイドのスペースを使う。ボールを受けます。上げる。よくカバーしましたよ。大丈夫。オフサイドか。オフサイドだ。出てますね。両チームとも立ち合いが様子を伺っているようですけども、どっちが先に仕掛けるかですね。そうですね。キーパーちょっと危ねえねややかしよったんだが、てか音量でかかったなもしかして今ちょっと半分に戻したけど、味方を走らせる。そんなんやってたら、そんなんやってたら、バルセロナ相手に先にゴールを決めました。点取られちゃったわ。なんか音大きいなと思ってたんだけど、ギリギリでしたね。そうですね、オフサイドかなと思ったんですけどもね、今みたいなディフェンスラインでの駆け引きは非常に見応えありますよね。そうですね。そう、無理か。さあパリサンジェルマン先制1対0です。一旦主導権、やばいな、どうしよう。まだまだ何が起こるか分かりませんよね。とりあえず引き下がらしといて、ハンドレバ、この柔らかいパス、危ない。これはチャンスだ。いやー通る。うそうそ。パリ・サンジェルマン、パリ・サンジェルマン立て続けに得点。いやーなるな、読まれております。いやーよく詰めていましたね、ネイマール。いやーポジショニングセンスが光りましたよね。セカンドボールやばい、しっかり予想できてましたからね。自分が今いる位置が把握できてないと、おお、ニア狙ってきた。流し込めませんからね、見事ですね。さあパリサンジェルマン、これはちょっとオンチャレのやり直しやな。パリサンジェルマン追いつけるかな。立て続けですからね、乗ってきてると言えるんじゃないでしょうかね。やり直しだよ。
しかも連勝も止まっちゃうし、くぅ、どんねえな。このボールをカットします。はい、いやー無理。ヘルトンゲン、ここはすぐ奪い返します。スルーパスを出す、シュート。ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。うお、スペースへ出す、空いてるな。抜けてくる、足元大事に行きます。ボールが上がる、シュート。おっと、ルーズボール。ヘルトンゲンから左へ上げてくる、キーパー、OK。まだいますよ。オフサイでしょ。勝負のシーン。ないの。長いボールを送ります。はい。ロングフィードで狙う。ここもしっかりディフェンスしました。奪える。いやー取れねえな。アシストを記録しています。ボールはサンチェス。縦にボールを入れます。アーチのようなパス。勝てるんじゃない？スルーパス。いやー勝てねえか。前線へ。いやオフサイドやろ。いやオフサイドやったな、多分通ってても。マノラス、大きく前線に入れます。お、無理か。スルーパスを出す。よいしょ。ウィス・スアレス、パスでつないで攻め込んでいきます。バルセロナ、ウィス・スアレス通るのか。このパス無理か。マノラス、ここでレフリー前半終わりの笛を吹きました。さて北澤さん、前半の印象をお聞かせください。バルセロナとしては先制点を与えてしまった後、そのまま相手の勢いに飲み込まれてしまいましたね。そうですね。後半はとにかく慌てないことですね。シュートゼロ、はい、確実に守っていけばシュートゼロ、チャンスは来ますから、あまり攻めを意識しすぎない方がいいかもしれませんね。なるほど。それでは引き続き、てかカバーニでよかったんじゃないかと思った今先発メンバーちょっとミスった。後半の入りもしかして、ね、また追加点、カバーニでよかったんじゃないかっていうね。そうですね。裏のスペースを狙う。うわ残んねえ。これはスローイン、残らない。アレクシス・サンチェス、裏のスペースを狙う。で開いてる。長いパスがつながります。スローインをカット、これは読んでいました。マイボール。さあバルセロナボールです。え？ここも固い守りでボールを奪います。アールさん押しっぱでやってたんだけど。ジェイミー・バルディ前線にボールを送ります。トラップミスか今。ロングフィードで狙う。ここは読んでいました。いや届かねえ。ケディラならケディラならなんとかしてくれたっしょ。さあ逃げ預けて、大きく縦へ、ウィス・スワーレス、オーバメヤングが、北澤さん昔に比べて実力大きく伸ばしましたね。そうですね。いやここまで成長したのは無理か。シュートまでいけねえな。なんか今では非常に大きな存在になりましたからね。よいしょ。さあシュートレンジだ。オッケー。打つのか。初シュート。ゴールまでちょっと距離がありましたけども、キレのいいシュートだったと思いますよね。ちょっと狙いすぎたか、あるいは曲がりきれなかったのか、枠には行きませんでした。変える選手がいねえ終盤変えられへんの痛いな。オッケー。あー、バーディーの方が良かったかな。スピード生かした方が。
いい気がしてきた。トニクロース届くか、このボール一気に前線へ。素早いパスで攻め上がっていきます。事故ってる。キーパー、OK。いや、読まれとんだよな、そこ。ジェイミー・バルディ、ここで前を向けるか。サイドを縦に走らせます。いい展開ですね。柔らかいボール。ネイマールに渡る。キーパー、オッケー。デールマン、しっかりと抑えました。あ、やらかした。危ねえ。サイドを使います。縦へのボール。味方を走らせる。チャンス。いやー、ダメか。ネイマール。裏へ届くか。ここはカットします。え、ここは間合いを取る。少し出ましたね。上げる。ここには誰もいませんでした。いや、長いボール縦へ。クロスを上げる。デールマン、ここは抑えました。アーチのようなパス。これは通るでしょう。いいボールだ。ルイス・スアレス、いい形ですよ。今の飛び出しのタイミングっていうのは、いや、いいですね。ダメやね。まさにこのタイミングっていう時に収まりましたからね。これを繰り返していけばいいと思いますけどもね。いや、そっちか。下やってんけど。ルーズボールから。くそ。ミス・スアレス。ここは足を出して踏ん張ります。いやー、とんね。流れを止めます。ハンドレバ。味方を走らせる。シュートもあります。来た、抜けてくる。トニクロース縦へのボール。なんだ今の。スパキャンしたせいで裏に味方を走らせる。アレクシス・サンチェス、オッケー。ジェラール・ピケ、無理か。ネイマール、裏のスペースを狙う。インターセプト。いや、ウィリアン・カルワーリ、ロングフィードで狙う。さすがにこれは抜かせたボール。あー、これ落ちですね。ヒエビーニ、クー上です。シュート1本かな今回。バルセロナ負けてしまいました。さあ、北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。バルセロナとしては2点とも前半の失点でしたから、立て直す時間は十分にあったはずなんです。星5のボールダッシュは持ってたんで、これと星4のセントラルミッドフィルダーと、これ星3のベルギーでライン5ラン確定、まあ、これでセントラルミッドフィルダーの補強も完璧かな。まあ身長がちょっと低いけどね、176。まあでも78でももう相当中盤としてはバランスが良すぎて使いやすい。スタミナ89ってやばいね。最初からレベル1でこの能力高いでしょう。今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。次も、オンラインチャレンジカップリベンジしたいと思います。